Добрый день, конничива. Руспик Чанелу のダリアです。今日もよろしく。ロシアにもゴールデンウィークがあります。5月1日から3日まで連休で、そして8日から10日までも連休です。でも多くのロシア人はこの2つのお祝いの間に休暇を取って10日間も休んでいます。ロシア人はどういうふうにゴールデンウィークを過ごしているのか、この動画でお教えします。ダーチャという言葉はご存知ですか？別荘のイメージがあるでしょ？実は大体のダーチャは立派な家じゃなくて、夏のみ使える簡単な家なんです。つまりダーチャとは郊外にある家とその周りの土地です。こちらはダーチャちゃんです。よろしくね。ダーチャという言葉は、あげるという動詞に由来しています。この言葉は18世紀に遡り、公爵が使用人にあげた土と意味しました。ソ連時代には、労働組合が労働者に土地をあげました。大体の面積は600平米でした。その当時、土地の売買ができませんでしたが、可能になった現在では、ダーチャを購入する人がたくさんいます。多くの年金受給者は、暖かい季節のうちに町から郊外に引っ越して、秋が始まるまで、もしくは初雪の頃までダーチャに住んでいます。働いている方はなるべく毎週金曜日の夜に仕事が終わってからダーチャに行って、畑の手伝いをしたりバーベキューをしたり散歩をしたりして、日曜日にまた町に戻ります。ロシアの学校の夏休みは3ヶ月も続くので、そのうちの1月ほどおばあさんが住んでいるダーチャで夏休みを過ごしています。ダーチャシーズンは5月に始まるので、ちょうど労働の祝日にあたる1日から4日にかけてはダーチャへ行って大掃除をします。
ロシアは古くから農業の盛んな国として知られています。国民は昔ながらの習慣に尊敬を払い、ほとんどの大地には畑があり、野菜や果物を育てています。今日のスーパーでは野菜も果物もよりどりみどりですよね。でも自分が育てた野菜を食べればもっと気持ちが良くなるので、ロシア人は週末にサボらず畑仕事に精を出しています。野菜を終える時期もゴールデンウィークにあたります。さて、トマトやピーマンを終えましょう。モスクワ郊外の夏は涼しいので、夏野菜でもビニールハウスの中で育てる必要があります。穴を掘って肥料を入れて、自然素材でできた農薬の代わりになるものも少しだけ入れたら水やりをします。鉢植えをしていきます。最後に2回目に水やりをします。この農薬の代わりのものですが、各家庭によって入れるものは変わってきます。暖炉の灰と玉ねぎの皮、卵の殻を細かくすりつぶしたものを入れる過程もあります。ロシア料理に欠かせないジャガイモも植えます。先に男性が土を耕しておきます。次に尾根を作って、去年のジャガイモを植えていきます。穴を掘って一つずつ入れます。
たくさん働いてようやくリラックスの時間になります。焚き火が燃える匂いを楽しんで、楽しくて美味しいバーベキューの時間です。頑張った分だけ晩御飯が美味しくなりますね。よく育っていますね。もうそろそろ第一弾のトマトが食べられそうです。できるだけ赤くなるといいですね。8月にはジャガイモも食べてみましょう。ロシアのゴールデンウィークはいかがでしたか？思った通りでしたか？それとも意外な発見がありましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。では次のビデオで会いましょう。До свидания。